どうもお疲れ様です。3月15日金曜日え、今週最後の相場解説になりますけども、今日はどのように動くでしょうか朝6時でございます。まずはね、テクニカルの証明ということでお届けしたいと思いますけども、覚えてますかねおとといのことなんですが、おとといね、こういう話をしました。えっと、実体があって、上髭が実体と同じぐらいの長さで、下髭も実体と同じぐらいの長さ。こういう風なね、 上髭、下髭、実体が同じ分量で作られたこのろうそく足の次に来るろうそく足が陽線なのか、上に向かう陽線なのか、それとも下に向かう陰線なのかによって、その次のね、ろうそく足の行方がわかるよってことでございました。それがここに出てるわけなんですよ。ね。まずは、一昨日のろうそく足が、 まあ、いわゆるね、これになりますよね。で、次のロウソク足が、まあ、あほとんど上下、あんまり差がないんですけども、かろうじて溶に終わりました。これは昨日も放送で申し上げましたよね。そうすると、次のロウソク足は陽線になることが多いんだよってことだったんですけども、もうはっきりとこれ陽線でしょう。まだ未確定ではありますけども、これこのまま陽線で確定するでしょうね。ここまで大きなね、あの、大陽線になってますから。そして下髭が長めに出てますよね。で、 これによってテグニカルって証明されてるってことになるんですよ。で、もう一つ。こちらの方で下に行く勢いが、この3本の下ヒゲによって否定されてるんでしょ。これもだから要素の一つなんですよ。それからこれは根拠が薄いんですけども、こちらの方に小さな山があってね、ここに大きな山があって、ソーサーカップのように、ここの方は上昇していく。で、引いて言えばこういう風になるんじゃないかな。左右対称みたいにね。 ヘッドショルダーみたいな形にも見えなくはないんですけども、こういう風うな形になるんじゃないかなってことを一番弱い根拠として付け加えたこともありました。ね、こういうふうな根拠が相まって、今日は、そして昨日はね、上昇に行くんじゃないかなってことだったんですけど、まさにそうなったってことと、今週を通じて148円の半ばで終わるっていう、その予測もどうやらうまく当たりそうですよね。 ということで、今週は稼ぎやすい1週間だったと思います。で、月火っていうグループ、水木っていうグループ、そして今日金曜日っていう3つのグループに最初から分けていたんですけども、確かにね、月曜日とか、それから水曜日はね、エントリーするチャンスなかったですけども、その分、火曜日と、それから木曜日には、かなりね、見えやすい相場だったと思います。まあ、木曜日はちょっと動きがね、ちょっと、遅かったんですけどもね。それでも、あの、日々利益になってはいたんじゃないかなと思います。 はい。で、こういうふうな形でテクニカルの証明をした後で、4時間の方に時間を移していきましょう。4時間を見ていくと、この移動平均線を抜けて、上の方に出ましたんで、こっからは上昇に向かっていくかなと。そしてここも上昇トレンドをね、見えますんで。上昇トレンドがあるってことは、昨日も申し上げてましたし、一昨日も申し上げておりました。ひいては今週は上昇ということを、週の頭で申し上げてましたね。はい。次、1時間です。 じゃあ1時間で当面どうすればいいかってことなんですけども、ほら、もう上昇トレンドそのままじゃないですか。ね。昨日は動きが遅かったんですけども、結局材料が入ったことによって、ドーンと上に跳ねましたんで、こういう動きになっていくんだなというふうに思いますね。金曜日も上昇トレンド継続で、倍で利益を取っていくことになると思います。えー、多分ね、動く値っていうのが149円に迫るところまでいかないと思いますけども、でも148円の半ばね、 えー、500とか600あたりで落ち着くんではないかなっていうのが今日のシナリオです。まあ少なくとも下に落ちてそのままこれっきり上がってこないってことはないと思います。もしそうなるようであれば、それはちょっとね、運が悪かったなと思うしかないですね。はい、以上のような形です。頑張っていきましょう。